こんにちは、海のひとときです。今回はこの以前使ったドローンにつけるロッドに少し改良をして、スーパー安上がりの100均のハンガーをこういう風にですね、まあ改造をしてですね、でこの先からまあ2つの比較動画として出したいので、2つの仕掛けをこのように、まあ、糸と針をつけて、で餌を似たような餌をつけて、まあ、実際にどっちがこう魚に人気なのかっていうのを水中の動画を含めて説明していきたいと思います。まあ、今回もですね、いつも通りアスリートキス、こちらの6号を、ここから2つつけてですね、で赤い染めと青い染めをつけていきます。こっちが青い染め、少し太めの方ですね。でこっちが赤い染めです。暗いかな、はい、元気に動いてます。じゃあこいつをまずどっちも一本掛けをしてつけてみますね。こちらが青い染めです。こちらが赤い染めです。はい、じゃあつけてみましょう。いつも通りゴムです。原始的な感じですね。同じく青い染めと、人気があるのは変わらないですね。どっちも食いつきはあるもんね。逆に次は砂地の方でキス狙いとかでもいいんじゃないですか。
最後までご覧いただきありがとうございます。比較動画にはほど遠かったですね。水中ドローンもっともっと見たいと思ってくれた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。